So from the rest, I mean, my last fate, I finally got gun and sword, and you will see what I got on the other one. So I got it from Kirito from the last episode. Yeah. So I got his it's called Gun Maria. やった。スナイパー、要注意。終わりだ。狙いましょう。これでどうだ。だ。You have to proceed to destroy the path before you. So if you want to use this gun barrier, the one that you have, like the deflect all the bit, you have to add the sword. You don't have to use the sword and gun. これでどうだ。素晴らしい。お。これでどうだ。いいね。ありがとう。お。大活躍だな。もっとやれる。頑張れよ。 いい感じだよ。素晴らしいです。レイちゃん、ありがとう。よし、到着ね。シノンヘフ。It's really good sniper because it deals damage so heavy. Let's go. For the explanation for the start, now we proceed to the main quest. Oh. 到着だ! お疲れ様! So you just did that again. Okay, let's go! Let's get in. よし。明日って。レイちゃん、本当に頑張れちゃって。なんだよ。揺れるので見つけたよ。やっとお家に戻ってきました。ここがSBCフリューゲル。グロッケンとほぼ同規模というだけあって、広いわね。随分プレイヤーも来ているみたいよ。ここは非戦闘フィールドだからいいけど、一歩出たら大変そう。 マップデータがあると助かるんだけどな。アーファシス、何か情報やヒントはないかい？ナビシステムに頼んでマップを出してもらいます。ただいま、ナビシステム。お母さんのところに行きたいのでマップをお願いします。それとお母さんと話をしたいから回線をつないでください。なんかエラーっぽい音も混じってるみたいだけど、レイちゃんには通じてるみたいね。 ゲートの門番もこんな感じだったわ。ここからはアファシスが必須ということね。おい、ざっと調べてみたけど、どの端末も何を言ってるかわからないんだ。やっぱりレイちゃんがいないとダメみたいね。そっちは何かわかった？お母さんの様子がおかしいのです。どこか病気のような。お母さんって マザーコンピューターのことだよな。そうなのです。お母さんは早く来て早く助けてって言っています。マップデータもくれなかったし、
どこにいるかも教えてくれないのです。まあ予想はしてたけどね。自分たちで探索していくしかないか。助けてということは何か問題が起きているってこと？レイちゃん、他に何て言ってた？ですね、ナビシステムは一番早く来た子にご褒美を渡すと言ってます。それはもしかしてクエストか？しかも内容から言ってかなり大掛かりだぞ。ここって大型アップデート最後の大ダンジョンよね。マザーコンピューターに最初に到着した者に与えられるご褒美か。かなり期待できるんじゃないか。多少出遅れてはいるけれど、このメンバーなら十分挽回できるわ。マスター、とても心配です。早くお母さんに会いたいです。お母さんはきっと SBC フリューゲルの奥にいると思います。Shoot. So if you want to, if you kind of like don't know how to make the gun and sword, you have just to go to the equipment and here you can see, just press X, you can see on the bottom right, and you can use the gun and sword. It doesn't have an arc. So obviously I got some area to use the art. But I'm not gonna explain it. Let's just see it. Treasure box! If you wonder why I'm not using my sniper rifle, it's enemy go. Here, that's an enemy. Heavy. お疲れ様。楽勝なんだね。私
instead. Enemy da! Te o kaste kure! Yes! Nigeta! Nigeta! Feito o shirasete kure! Ganbatte! Nigeta! Nigeta! But there's no like how many how long the material is last. I don't know how long. He's so high. Let's see. Ow! Yeah. This gun is so sick. This gun is so sick. The damage to... What? The damage to... そう、ビッグ。この辺りはややこしいフィールドだね。集団で行動するよりは部隊を分けて広く探索する方がいいだろうな。そうだ。ちょっと僕と探索に行こうか。データの収集は早ければ早いほどいい。こういった高難易度ダンジョンの攻略はまだ不慣れだってね。 せっかくの機会だし、僕がいろいろ教えてあげるよ。探索スキルも大事だけど、自分の耳や目だって十分役に立つ。音や気配には特に気をつけた方がいい。君と初めて会った時は僕も油断していたけど、音に注意していれば気づけることは多いんだ。人がやってくる音、風の音、エネミーやトラップの駆動音とかね、攻略を競っている連中なら 自然と覚えているテクニックさ。システム外スキルとか呼ばれているね。戦闘スキルも大事だけど、こういう技術が生存の可能性を高めるのさ。まあ今の全部嘘なんだけど。なんてね、冗談だよ。君があんまり素直に人の提案や言うことを受け入れるから、少しは疑ったり、もらった情報は確認を取った方がいいよ。 って、僕が言うことでもないんだけどな。なんか君といると調子が狂うよ。ん？ストップだ。転送ポートかな。トラップの可能性もあるが、君が先陣を切ってくれ。僕は転送後にこちらで何か起きないか確認してから行く。ははは。<笑> 早速疑問を覚えるようになったのかい？でも少し遅かったね。行ってらっしゃい。僕も追いかけるから先で待ってて。まあこの前のじゃんけんのお返しだよ。君はきっと平凡で幸せな世界で生きているんだろうけど。 Wait, am I playing with myself? If it's the trap, I mean. Enemy da! Oh. I think I'm going to be alone. Damn it. Oh, late. Master, this is the jump. Let's go. いい感じだよ。あ、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 あ
お待たせ。いや、大変だったよ。君が転送された後、エネミーが湧いてさ、君を置いて逃げるわけにはいかないから戦ったけど、悪質なトラップだったみたいだね。いや、参った参った。まあその、なんだ、帰りに何か起こるよ。まったく君というやつは鈍いんだか、究極のお人よしなのか。君といると楽しいなって思っただけさ。なんでこう予想を外してくれるのかな。君いろいろ試したくなるじゃないか。
Let's keep pushing. Fast travel. Nice. Maybe this is a bug. Okay, I'm prepared for the boss fight. Come on.行き止まり道を間違えたかしら。いや、そういうわけじゃない。どうも扉がロックされているみたいだ。なるほど、この扉を開くためには何か鍵となるものが必要ってことだね。でもそんな鍵になるものなんて心当たりがないわ。レイちゃん、何か私は翻訳はできるのですが、 SBC フルーゲル内部については詳しくないのです。何か見落としていたのかしら。それは考えにくいけどな。一度部屋に戻って仕切り直そう。みんなで考えればいい案が浮かぶかもしれない。よし、レベルアップ。 レベルアップ。レベルアップしたよ。どうしましょう。一応うちのデイジーちゃんにも聞いてみたけど、レイちゃんと言ってることは一緒だったわ。私たちアファシスは SBC フリューゲル内部の翻訳機能を有しています。ですが、 SBC フリューゲル内部の構造については、メモリが消失しているため、把握しておりません。なるほどな。まあ、デイジーちゃんが言うなら間違いねえな。どういうことです？私もいろいろな情報を探してみたんだけど、アップデート直後で攻略の最前線だから。ダミーの情報も混ざっていて、 何が正しいのかさっぱりなのよね。まあ、最前線ならではの醍醐味だけど。 アルゴを当たってみるか。情報が情報だけに高くつきそうな気もするけど。でもキリトさんの言う通り、アルゴさんなら知ってると思う。こうしちゃいられないわ。早く行かなくちゃ。まあ、待てて。俺も行くよ。 行っちゃったわ。クレア、随分と張り切ってるのね。そうね、きっとすごく楽しんでるんじゃないかしら。そう思わない、いつき。そうだね、人は誰しも一番になれるかもという可能性を前にすると必死になるんじゃないかな。君も早く行っておいでよ。
来ると思ってたよ。情報が欲しいって飢えた顔をしてるね。今日はキーボードも一緒だし、お友達価格で5割増しかな。おい、アルゴン、さすがに5割は買うわ。私は冷静よ。悩む時間がもったいないってだけ。私たち攻略の最前線にいるのよ。今こうしてる間にも他の人に先を越されるんじゃないかって思うと。クレホ、私誰にも負けたくないもの。言うね。その気概に敬意を表して適正価格で提供させてもらうよ。ありがとう、アルゴさん。でもちょっと痛い出費かも。攻略して手に入れた情報を俺っちに提供してくれれば儲けが出るくらいさ。SBC フリューゲルの扉を開けるためには各フィールドのボスを倒してカードキーを回収しよう。Are you kidding me, really? なるほど。てっきり俺たちに見逃しがあったのかと思ってたけど、アバシスのパーツと同じようにカードキーも各フィールドに散らばってるって設定なのか。そういうことだな。 SBC フリューゲルのアップデートと同時にボスからのカードキーのドロップが開始されたってわけだ。他フィールド攻略中のプレイヤーが SBC フリューゲル攻略組に有利に出られる手段にもなる。あ、そうか。先にこっそりカードキーを集められるし、場合によっては攻略組に高値で売りつけたっていいし。何にせよぼやぼやしている時間はないな。早いところカードキーを集めよう。